皆さん、こんにちは。しょうまにです。今回紹介するトミカは、ナンバー84番のトヨタベルファイヤーです。こちら通常バージョンですね。で、スケールは65分の1で、アクションはサスペンションとコーボドア開閉になります。ちなみにボディカラーの色は、黒になります。 トミカニュースがあってました。時間短縮のため収録させていただきます。こちらですね。で、前はこんな感じになっています。フロントの部分には、ネッツのロゴマーク、エンベルムが書かれています。 で、後ろはこんな感じです。真ん中の部分にはトヨタのロゴマーク、エンベルムが書かれています。その左下にはベルファイヤーと英語が書かれています。で、上はこんな感じで、下はこんな感じになっています。メンダイベトナム、ベトナム製になります。で、2015年製のトミカになります。で、スケールは65分の1で、ナンバーは84番ですね。 で、トヨタベルファイヤーと書かれていて、トミ、トミカという文字も書かれていますね。英語で、英語で書かれています。あとえ、ボディカラーの部分なんですが、まあ、こうやって光になってると、まあ、この、なんかこの細かな粒々があって、まあ、小さな粒ぶがあって、こうやって光になってると、まあキラキラ光るようになってますね。とても綺麗ですね。で、先ほど、え箱では、まあ黒と言ったんですが、まあ、ちょっと、 わかりにくいと思うんですが、まあ黒というよりちょっとワイン色というか、まあちょっと茶色に近いような色をしてますね。はい。で、アクションはサスペンションと、後部ドア開閉になります。で、内装はこんな感じです。 で走りはこんな感じです。 以上で紹介を終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。